敗北を知りたい。誰か負け方教えてよ。どうやって負けんの、スロットって。わ、くじ引きや。おはようございます。お願いします。はい。おーおいおい、勝った。下克上。ちょっとね、バイオだけ気になんねよな。おはようございます。お願いします。一瞬バイオだけ見ていいかな。あ、無理無理無理。オッケー、見えた見えた。無理やったんで、あ、シンフォダメってことはもうエトタマ行くしかねえな、これ。あー、1台行かれてもうたんで、もう1台多分あると思うから。どこや、あった、オッケーオッケーオッケー、よし、オッケー、エトタマ行きます。おはようございます。よし、来て。ちょっとあのオープニング前に皆さんこれ見ていただいてよろしいですか。マイファミリーカーです。まあ、あの簡単に言うと、こすりつけオナニーにしました。まあ、ちょっとあのこの理由はまた後で言います。いや、とりあえず、まあ、今日終わったら、まあ、ちょっと、車屋さん行って、見積もり出してもらおうかなというふうに思ってます。まあ、一旦これは忘れといて、実際に集中しようと思います。ということで、江戸玉来ました。これはね、皆さんに教えてもらいました。江戸玉おもろいよっていうことで、教えてもらって、実際に休みの日に行きました。まあ、ちょっとその辺の話とかも実践中にしていきたいと思うんで、とりあえずね、江戸玉楽しんで打っていこうかなと思います。はい、ということで、本日はね、関西の方に出て、もうね、なんなら車屋さん多分作る先にあるんですよ。暑いっす。ないな。あ、いや、待って、あらあらあら、ほら。いや、まあ、なんならあそこ行ってみようかな。よし、じゃあ行きましょう。本日、関西の方で、江戸玉から、江戸玉、ガチャデッサン7連勝マンです。下克上。見て、秋葉瀬がからのアイランド秋葉原店さん、見てる？アイランド秋葉原店さん見てますか？お世話になってます。じゃあ行きましょう。エトタマ打っていきます。あの、なんかの動画の時に僕言ったと思うんですけど、まあ、みんながおもろいと思う6号機教えてくださいというお話をしたときに、その時のコメント欄で多かったのがエトタマでした。で、僕それを見てからエトタマ打ちに行ったんですよ、休みの日に。そんなの全然ダメやった。 AT 入らんかったんですよ。で、結構荒めな台やと思います。で、流れとしてはまずボーナスを当てます。で、これリアルボーナスなんですよ。そこまず評価できますよね。で、リアルボーナスから当てるのが AT と。だからボーナスから AT につなげるっていうのが基本的な流れです。で、まあ見るところあると思うんですけど、まずこれ、このマップ、もう通常時、ボーナス中、AT 中、さらに特化ゾーン、全部これを軸に回せると言っても過言ではない。色が、まあ、白、青、黄色、紫とかあるんですけど、要は、この今、青オレンジじゃないですか、この時に同じ色の図柄、これやったらリプレイ、行けば、この右のソルラルっていうポイントがたまります。で、このソルラルっていうポイントがマックス100なんですけど、これがたまりきったときに抽選するのが広角移行をやったりとか AT 直撃抽選になります。で、今ベル引いたじゃないですか。そしたら一旦先っちょのこのマップの色がベルに変わってるんですよ。引いた子役がその先にまた生まれるって感じだね。もうこの台はマジでタイミング系です。どこで何の子役を行くのか、どの状態でボーナスを行くのかっていうのが鍵を握ってる。で、この台はレア役に強弱はありません。役としてチェリー、スイカ、チャンス目、そしてポイントリプレイですね。ポイントリプレイはこのソルダルがたまります。で、どの役を引いても10% 以上でボーナス抽選があるっていう特徴がある。で、スイカは設定差なく 17% やったかな。まあ、あとはひたすら萌え萌えキュンキュンするだけです。ほんなら勝手に当たる。で、あと、まあ、僕明日ね、新潟なんで、ちょっとまあ、あの飛行機の時間あるんやけど、まあ、逆にそれがひりつくというか、時間決められてる方がね、ちょっと僕燃えてくるんで。あ、なんか緑文字やな。これレア役かな。あ、チャンス目、これチャンス目ですね。で、溜まりました。で、そのまま発展しましたね。で、ボーナス立ち手順は、中リールに紫7をビタ押しします。すいません、ビタ押しなんです。だから僕できません。ビタ押しした時に、うん、怪しいけど、この時にできてたら左リールに紫7狙ってください。で、テンパったらシングルボーナスじゃなければボーナスです。紫頭のボーナスになります。
はい、チャンス目では当たってないと。でこれ充電完了した分がこの後出てくるんですけど、これが降格やね。で特訓っていうのがまあちょっと特殊なんですけど、あ公園やね、まあ、これはそんな気にせんでいい。だから AT への近道は今のでソルラル貯めて降格ステージもしくは特訓、一ちゃん増えるのは特訓やな。特訓中にボーナス引いたら AT 確定なんで、で、その下の降格中にボーナス引いて AT つなげるっていうのが近いです。まあ、あのオープニングでも話した通り、まあ、僕車ねやっちゃいましたよ。反省してます。まあ、あの家の駐車場でね止めるときにやらかしました。もうそれは認めます。敗北者。俺にあの車はでかすぎるし、俺には世界が狭すぎる。だからちょっとその辺が噛み合ってぶつかったっす。だからしゃあない。あのね理由はちゃんとあるんですよ。あのトイレ行きたかった。一刻も争う事態やったんですよ。ぶつけてなかったら漏れてた。だからぶつけたから漏れへんかった。結果嫁に怒られました。これ最低でもな、このおでん行ってもらわなあかんねんよな。あ、行った行ってた。はい、おでん屋台ステージ、これが降格ステージで、ここでボーナス行くと AT につながりやすいっていう感じですね。期待度が全然違います。2倍3倍変わってきますね。うわいいね。さあ 10% 以上で、ボーナス。ほい、あー止まらんか。あがんな。そもそも発電すらせえへんわ。通常時の話だけして1万円なくなりました。2枚目です。お話し代でした。ではあの前回の動画で話したんですけど、まあ、見てないとおると思うんで、まあ、今あのエクストラミッション的なやらせてもらってて、3連戦エクストラミッション、突如カメラマンからエクストラミッションをもらいました。くじ引きでユニバル校をゲットせよ。ルールがこちら。7分の1でユニバの当たり枠があり、ただやっても面白くないからってことで、残りの6枚はなんと罰ゲーム。実戦の内容で確率を上げていく。実戦勝利でプラス1枚引けて、完走することができればプラス1枚。玉入れ3000枚超えればさらにプラス1枚。そこからは1000枚ごとに1枚。そして、実戦に負けると外れ枠が3枚追加。家族のために何としてもユニバル校を持って帰るぞ。下克上。で、まあ3連戦2日目なんですよ。で、明日新潟で。で、まあ昨日は勝たせてもらったんで鏡で。なんならもう7連勝来てて、今8連勝を目指してるんで、まあ今日もきっちり勝利で収めたいなという感じでございます。もうやばそうな匂いプンプンしてる。お破天コースなんやけど。500ハマり申した。天井800なんですよ。あと300で AT です。だこことかでボーナス引いちゃうともうリセットされちゃうんで、だ僕はそれで仕事前行かれたんですよ。ハマってレギュラー引いて、で入らなくて、でハマってレギュラー引いて入らなくてっていう繰り返しでクッソ負けたん でそれがいっちゃやったらあかんことです。このエトタマで、だからここまで来たらもうハマりしらかした方がいいと思う。いや暑いやん。え下段に追加。当たってないっすね。いや当たってんのか。待って、わしの目押し。いやちゃんと多分モリモリ。あーいやこれ多分今のはいいレバーの叩き方にあって。えあでもテンポなんねんけど。あ追加か、ややこしい。あ当たって、あ当たって当たってる。もうレインボー、はい、やっちゃった。526ゲーム。さあさすがに頑張っております。でボーナス確定で、これねなんかちょっとあのボーナス取れた時ちょっと可愛いから見といてほしい。あー負けや。にゃーたん見といてほしいんやけど、ぬめって動いてくんだよこれ。ほらなんかちゃうよね他のパチンコスロットと。で今の降格チアと今のミニボーナスの文字の色が赤かったりしますね。そうすると AT の下度が高いと。でボーナス数もやってることは一緒です。このマスで、太陽薬引いてこのソルラル上げて、でソルラル100に入れた時に AT の抽選があるっていう感じです。とりあえずこれ100たまったんで、これじゃんじゃん押してきたら AT、 はいじゃんじゃんじゃん、はいじゃん、はいダメ、まあ、基本ダメです。はいこれで終了ですね。
ボタンが出たらって感じやねんけど、はい、53枚で獲得。そう、俺はこれをやりすぎて負けました。おい、グレるてこれ。朝からこんなんされたらグレてまうよ。さあ来た、もう虹の穴行っちゃおうぜ。 OK、 ボーナス行こう。今行くしかない。いや、この降格中にボーナスいかんと勝てんよ、この台は。きつー。3枚目負けかー、まあ、やっぱ負けからは IT つながりにくいっすね。でも皆さんよう考えてください。あの A プラス ART の時代をちょっと感覚似てます、これ。だから思い出させてくれてるんですよ。嬉しい限りです。おー、いいんちゃう、ええんちゃう。はい、すげえ強じりっぽいけど強弱ないねよな、これ。で、そのまま発展、いいよ。 OK、あー来た、花火。はい、紫頭 OK、ビッグや、やったったで。はい、OK、ニャータン合格で、紫移植。まあ、合格がない時のこのビッグ5回2回ぐらいかな、 YT 入るぐらいの感じで、この時もやることは一緒っす。太陽薬引いてソルラル溜め切ってバトルに行くって感じ。そのバトル勝ったら AT っす。だからいかにベルをいかんと、こういうリプレイとかの時にポイント溜めて何回もこれ充電できるかどうかに限る。でこれで発展、基本的に、ね、このキャラ来たら無理っす。ドラタはマジ強いんで、バトル見てるよりかはもうこっち見てるからね俺今。ドラタはマジ勝てないん で今回定額中のボーナスなんで、ソルナル貯めても 7% です。これが高額中だったら 20% 超えてくる。だからトータルで見て、高額中にボーナス当てるともう2回に1回は AT につながる。で発展、ドラタ来たら終わり。はい、終わった。勝つとこ見てみたい。あー、ダメですね。だいたいビッグで3回ぐらいは平均でこれ貯めきれます。はい、多分これラストチャンスやな。あ、来たんちゃう、え、あ、来た、 OK。 うめえ。あ、今の音あれや、絆の金枠になるやつや。ウェーイ、やったったぞ。 OK、 かわいい。基本的に選んでるキャラがこうやって出るんやけど、それ以外出たら設定したっすね。さあ149枚獲得しまして AT いきましょう。ソルラルフェスティバル、50ゲームもらえて順当は約2枚。通常時に話したんですけど AT でもやること一緒、ここを軸に充電されてます。この時にまた太陽薬引いてソルラルため切って、そしたらエトシンバトルってやつに行くんですよ。でそのエドシンバトルで勝ってゲーム数上乗せやってるのが特化ゾーンの終戦があるって感じです。だから魔術の要素がまあここにあって対決が万丈するみたいやなっていう感じですね。でもちろんボーナスの抽選もあるんで、ボーナス当選させるとこれが溜まりやすいっていう感じやね。でバトルストックしやすい。だから A プラ AT の醍醐味である A をどんだけ寄せれるか、 A が固まった時の爆発力はもちろんある。あとはこのソルラルの周り、これがまあ今ちょっと、今着きましたね。6個全部着いたら、特化ゾーンのチャンスになります。あ、着きました。で、これで特化ゾーンのチャンス全長中、このニャンニャンチャージって今煽ってるやつ、これが特化ゾーンですね。この特化ゾーンもね、このマップで結構ね、引きが問われるから。あ、ダメでしたね。で、これで溜まったんで、これでエトシンバトルに行きます。で、この間もねこれなんよ結局。バンジョスリっぽいでしょここ、まず、ニャータン VS ピヨタンで将棋対決。あ、これ結構いいんじゃない。で結局だからここで今白やからハズレ引いたら角換抽選があるんですよ。いいんじゃない、波出しよ。 OK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  一致した。ハズレばっかりいいよいいよいいよ。いや、リプレイじゃないよ。だいぶせえ、だいぶ一回は引いたけど、どうやろう、面白い勝負ができる。ダメ？だいぶせえよ。じゃあこれでラスト終わりました。終了っす。で、あと終了時に AT 終了時に示唆があるんですけど、これね、ここのプッシュとあとチャンスボタン
ここと、あとこのサブエキション、これどれかを、どれをしても、あの、示唆が出るんですけど、1回しか見れないですよ。で、特徴があって、こっちだと、確定です。なんか発生したら確定です。死後が確定するのと、あと、これ、チャンスは、奇数か偶数かの下。で、これは、鋼鉄手下が出やすいって感じです。チャンスボタンでいきますね。はい、これは奇数下です。お疲れサーモン。何がお疲れサーモンやって。まあ、下手よ。今のは下手やった。認める。もっとこう、わちゃわちゃせなあかんねん、これ。いや、これは熱いでしょ。オッケー。さあ、降格中に紫、赤、もうこいつあかんねんって。もうドラさんすぐアスタリスクにされんねんから、ほらもう頼む、スマッシュ。うわっ、どうないぜっていうね、これ。いやー、これやっぱ通常時結構きついもんがありますね。タイミングが命やけど、そのタイミングがね、刺さることがやっぱ少ない。気持ちいい。一角ボイスがいいね、これ。もうドラタンばっか来んなよ、やめてくれ。おーいった、ドラタン勝ったわ。よーっしゃ、ちょマジでそれ。あかん、このままやと俺の連勝記録が。エト玉に止められんのかこれ、すげー。エト玉、はい、充電完了。特訓いかんか。 OK、 ここで行こう。ボーナス、いや、これは熱いでしょう。ニャーはやればできる猫なんや。スイカやな。いや、スイカでこれは熱いでしょ、どう考えても。来てるね。いや、いい、いい、来てる来てる。頼む、テンパれよ。よし、オッケー。バケかー、ビッグがよかったな。おお、おっと、あ、待って、これ、えらいやつよ。あの、プチボーナスの、あの、昇格したら、これめっちゃえらいやついくんよ。やった、まくれんぞ、これ。よし、行くか。なんか多分、ベースボーナスやから、その、野球かな、野球やね。OK、行こう。平均160ゲームぐらいかな。あ、いいね、いいね。なんかその、ボールの色とかね、まあ、上のその機械とかあると思うんですけど、10ゲーム。平均160ね。あ、これ多分だから、この枚数減らさん限り一層乗るってことやとしたら、これ多分いっぱい引いていった方がいいと思う。でベルいかんでいいよ、これ。 OK、 ナイス、いいね。でベル以外ってことやな。うまい。さあ、これで25ゲーム。ベル引いちゃった。あ、10ゲームね。ベル引いたら10たまんのかな。よし、これがいいんすよ。このスローフラッシュが嬉しいですね。ゼロ角やから。よー、上手。よし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 。これで50ゲーム。ナイス。55ゲーム。さあ、これでベルで10ゲームかな。10ゲーム。95。さあ、これで100いきました。100ゲーム。あと30枚残ってる。あと3回ベルいかん限り続く。さあ、ベルあと2回ですね。あとベル2回行くまでにリブレートが外れ引きまくらなあかん。よし、でやけどもどんどん赤すね、ボール。30でかい。20、 OK、 平均超えました。これで170ゲーム。いいよ、いいよ、やりますね。さあ、これで185っすね。まあ、十分と言えるでしょう。185ゲームで、ソルダルフェスティバル。これはいいスタート。とりあえず、どうしても解消しよう。まずはそこから。うえぇ、引いちゃった。全設定共通で、64分の1ですね。
待って、やばいやばい、寄ってる。今のジェリーからか。オッケー、ビッグや。あるね、これ。これはあるぞ。玉ボーニャス、よし。やっぱこれボーナスいくとね、ソルラルたまるんで。はい、これでソルラルたまりきって、エトシンバトルのストックです。やっとエト玉見せれるぞ、これ。こっからやぞ。マジで引きやばい、ほんま。もう引きがおかしなことになってる、これ。なんでも引いちゃう、今は。オッケー、とりあえずこれでストック2個目ですね。はい、終了です。まあストック2個取れたんでいいんじゃないですかね。トータル191枚でボーナス分で10ゲームもらって、ソルラルフェスティバルで、まずこの対決2個できますね。ニャーとバトルするにゃ、ニャータン対キヨさん。これ、まあ、まだ星 3.5 で、AT 機なんでリプレイ重たいんですよ。だから結構このリプレイでちゃんと一致させることができれば結構抽選優遇されてます。まあ、リプレイ役とかはもちろん強いけど。さあ、ここでベル行こう。ベルとかやとね、もう 10% とか多分とんでもないと思うんで、ちょっときついんやけど。うわ、おっ噛み合ってないな、今の。ある、あー、ダメか。ちょっとこれじゃ勝てないですね。今のちょっと逆でしたね、リプレイとベル。さあ、これで対決2個目。これ2個目勝ちたいな。さあ、2.5 場外行かそう。リップ引けない、場外行け。おい、みんな強え。あ、もう一個あったわ。おお、なんでなんで次回で確定対決みたいなのあるんですかね。それか、ここ今白で今ハズレ引いたんか。あ、もしかしたらこれで一致して書き換えた可能性がありますね。さあ、 VS 消えた。さあ、これでゲームスの成功、もしくはどっかどっかってと花火から、はい、これで成功で、これね、報酬パートがあるんですよ。で、そこでもこれが効いてくる。このマップがちゃんと成立薬一致させることができれば報酬が底上げされます。行きましょう。あー、あかんな、ナビ出たと思うんだ。外れがよかった。これじゃ弱いか、上乗せで、これ最低保証です。最低保証が20ゲームなんで、で、一致させることができれば20じゃなくて30が最低になります。この繰り返し、ゲーム数乗せたり、あとはどっかと絡ませつつボーナスいけつつで伸ばしていく。おもろいっすよね、やってることが。自力感あるし、とりあえずどっかどんかやりたい。いや、あわよくは最強特化、最強特化がすげえ悪プレっぽくてね、おもろそうなんですよ。たまりましたね。さあ、これベル引いたな、うまったん。さあ、まず取って高間ヶ原記念レース、リプレイでいいよ、もううまい。リプレイは強いから、ちゃんと一致させれた。これは勝ってほしい。ベルも引いた、外れでいい。ここ完璧では、3発が機械挑戦。よし、さすがに今のは取りましたね。で、この次ベルやね。ナビいきます。うわ、出えへんか、出てない。上乗せやな、20かな。そうっすね、ベルいかんとあかんねよな。いや、いいね、いいね、叩きどころはっきりしとるわ。さあ、これ溜まってニャンニャンチャージの抽選があると。この電柱中の文字の色とかあるのかな、青やもんな、なんか見るからに。まだあるね。はいはいはい、来い。あ、いったいった、 OK、 やりましたね。さあ、これで、ね、特化ゾーンでございます。特化ゾーンもこれね、このマップで管理されてる。まずこれベル引いたから OK で10ゲーム一致して10ゲームもらいました。次外れ、5ゲームあります。いいよ、外れ。 OKOKOK、 うえ、でかい。おー、30うめえ。ベルは無理か、これ。あと、なんか純粋にレイアウトが偉そうやね。ナビ、おー、いいっすね。20。さあ、次リプレイ、ナビなし。あー、ないか。これで5ゲームで、これで終わりかな。合計70ゲームですね。あ、十分。じゃ、これでまた180くらいまで戻りました。特化ゾーンはだから今のやつと、もう1個上に最強特化がある。もう最強特化ゾーンも平均270%とかそんぐらいなんで、まあ、なかなか入りません。
まあとりあえずボーナスやな。ボーナス行きたいっていう気持ちが強い、こういうタイプは。いやだからほんまにこの台はね、このマップが全てを握ってるんですよ。ここでちゃんと対応よく行ける人はマジでうまいこといきます。全てがうまいこと運ぶ。さあまたニャンニャンチャージの前兆、基本3ゲームで終わっちゃうかもな。あー、また出たすげえ、いけいけや。あ、これは太陽薬じゃない。500枚いきました。で、ここレベル出ない、外れて5ゲーム。あ、やばい、噛み合ってない、これ良くないわ。いや、リプレイだ、結構取るんちゃうかな。そうです。あー、かんかん、やばい、オール5や。 OK。 あー、30、おいしい。で、これで合計で50ゲームですね。最後のベルが良かったわ。さあ、200ゲームいきました。いい土台ができたもんや。おい、来た。これもうソロラル 100% なるでしょう。 100% というか、まあ100ポイント、はい、上がっていいんでしたね。たまり切って、この後ポイント効果、ポイントリプレイ効果に入ります。30ゲームやったかな。おい、これ外れでいったかな。ここで、あ、ここか。あ、じゃあ次外れやな。外れをいくればおう。よし、これや、引いたやろ。よっしゃ、これ最低30です。上乗せで30以上超えろ。ああ、30か。って感じで太陽薬いけば、まあ、20は否定されると。忙しい AT やな暇がない。ああ、いいいい、すげえ、ゲーム数が減らんはい、20ゲーム。おはようさま、よう来るなこれやらかした。25ゲーム、まあ、これが最低ですね対決、たまり切って対決ですね。キータン、バナナボード来た、モンキータン。あ、これ待って、出会いくらいかな。うわー、無理か。さあ一発リプレイ出ちゃうんすよね、モンキータン。おいっとV モンキー決めて勝ちました。ってことでベル、そうです、一応特化のあんだよな、これ。上のセカで赤くなって30以上、30ゲーム。マジで減らへん、ゲーム数終わらんぞこれ。いや、終わるんすけど、終わるけど終わらん。オレヤグ、あ、強そう。ピンチをチャンスに変えるチェリーやな。ボーナスでお願いします。あ、え、当たってるよなこれ。そうやな、当たってますね。だって今落ち着んなくてベルやったもんな。 OK、 よし、これこれこれ、やっぱボーナスいていかんとな。伸びるもんも伸びひん、まぐったんちゃうかなこれ。このボーナスきっかけに簡単やん今日は無理かと思ったけどな、まあなんかなんとかなったな。これがエンペラーなんでしょうね。これボナチュンジャーちゃんの踊りめっちゃ可愛くない？これがめっちゃ可愛い。1000枚オーバー。はい、1000枚超えて1004枚で20ゲーム。マジで窓か前後編これでよかったんちゃうと思うぐらいやな。それぐらい完成されてる。おいこれさ、何も引いてなくない？あ、だから確定対決あるってことやなこれ。じゃあか、それかまあこういう一部マジで薄いとこ持ってきたか。 V モンキーで外れね。 OK、 ナイス、上乗せで30。よし、さあ100切ったところまた戻しました。結構まあコンスタントに乗せるはしますね。コツコツいける。あ、これなんかレア吹いたかな、チャンスか。あ、またな。おお、2ゲーム連続チャンス目プロ。いやでも当たってない。あ、対決即した、なんかめちゃくちゃ。どうだこれ、ボーナスは、ボーナスはないか。で、チャージはあるあるあるボーナスはないけど、まずどっかと。さあ青やからリプレイ欲しかったけどベルっすね、外れ。いや、寝ちゃうか、
いやここやな、もう2連続どっちかでレアグ行きたいです。そしたら結構乗ってくれるはず。行きます、レアグ。あーダメだ、あれもジョー乗るな、ベルでもヨー乗る。紫マスがそもそも強い説、え強っ、紫マスやばい。じゃあここでレアグいたらとんでもないやん。 OK、 まあ、助けられてなんとか75ゲームっすね。でさらに対決もあると、あっち向いてほい、うさたん、OK、僕も手伝います。じゃんけんぽん、あっち向いてほい、え、ずる、負けてるやん、もう、え、これ、ルール崩壊してない、あっち向いて、ほい、うん、勝ったよ。はい、これで1250枚、投資回収しました。まさかのプラテン、あの状況からでも勝つんです、今の様式は。ロス30 OK、 さあまだ100戻した、すごい、マジで薄く伸ばしております。このまま完走までいっちゃおう。対決、これちょっと一発一発の対決結構大事になってきたな。ここリプレイ入れたら結構強いよ、ダミないよ。うわー、 OK、 これは書き換えれる。はいはい、しかもベルも引いて、これはいったやろ。うわー無理ないや、モータン強いな。さあ1500枚超えましたね、言うてる前よ、言うてる前なんやけど、ゲーム数が残り50。いや微妙やな、おこれはちょっと汗いちゃう、テリーで、え、こんなどう見てもリーチベルでしょこれ、ちゃうんかな。うわそうやな、それはそう。 OK、 さあレギュラーボーナス、ビッグが良かったけどまあいいでしょう、ミニボーナス踊ってくれるんでね。はい、1569枚、あとちょっとないよな。でボーナス分で10ゲームで対決あるよ、ニャーとバトルニャー。相手はモーさん、あの鬼ごっこやめてもらって、わあこれが無理だよな、これは無理か、あがちょっとモータンとの鬼ごっこは無理や、あれは先めんこやな、先めんこだめに。 OK、 はいはいと、えっ、最悪や、これ外すんかよ、今めっちゃ欲しかったんすけどね。ラスト10ゲーム、うわここまで減るとはな、これ裏ボブリーとかないんかな、このニャンニャンチャージ欲しい、どうしても欲しい、お願いですから。うわやべえ終わりそう、このソンラル残りでもどうなんだやろ、終わりか、あこれで対決もしかしたら、あーないわ、終わっちまったよ。655ゲームも消化したんですね、で1639枚で終了でございます。なんとかにゃるにゃ、まあ飛行機の時間までまだありますんで、もうワンチャンスつかみに行こう。ここで守りには入りません、僕は浮いたからってやめへん、それはもう試合には勝ってるけど勝負には負けてるようなもんなんで、追いかけますよ僕は、とことん。あ、これスイカやな、変わらんかな、いや、どうやろ、ちょっと弱いか、どう、いや、いったいった、よっしゃ当たった、オッケー、嬉しい、少しでも修理費を少なくするために気づけすしかないっす。これ以上マイナスにならないわけにはいかない。終わったっす。超汚いっす俺の車。悔しいなこれ。ともう8連勝かかっとったんでね。それもあったし、まあそのエクストラミッションもあるし。で、まあ一時まぐっとったじゃないですか。でもあそこでやめたらあかんのっすよやっぱ。男として。あそこでやめて逃げたら
守ってそんなんだらしないんで、やっぱまあ攻めて攻めて負けた結果やから、まあ受け止めるしかない。まあ、悔しいのは悔しい、もちろん。まあでもやっぱ今まで7連勝してきて、まあ貯蓄があった分、そこまでまあ傷はねない、傷はないんですけど、まあ車の傷と心の傷はあるかなっていう感じですね。投資外注こちらです。いや一時500万円ぐらいプラスまでいったんやけどな。まあまあそれはもうしゃあないんで、この悔しさバネにして3連戦明日頑張ろうかなっていう最終日感じですね。エクストラミッション、まあこれで負けてしまったから、まあその罰ゲームの確率が上がるっていうことで、ちょっとそれは怖いんやけど、まあまあその時はその時ですね。まあまだでも明日があるんで、明日ちゃんと買って旅行行かせてもらえるように、チャンスもらえるようにしっかり勝ちで収めたいと思います。ということで、まあ最後まで見てくれてありがとうございました。まあエトタマっていう台はこんな感じだよっていう、まあ通常上きついとこも見せたしけど、 AT 中はやれるんだよっていうところをしっかり見せれたかなって思うんで、まあ、ちょっと特殊な入りはしたんやけど、まあでもやっぱ打感はマド2とかバンチョ3とか近しいもの感じるし、個人的にはおもろいかなって思いました。まあ、やっぱみんながおすすめしてくれた台っておもろいなっていうふうに思うんで、まあ、これからもまたなんかこの台やってほしいとかいうコメントがあればそれを攻めていきたいなと思うんで、よかったらコメント欄で皆さん教えてください。まあ、ちょっとこの子ね、まあ、いつもお世話になってるんで、まあ、このままやっぱ傷のまま置いとけないんで、ちょっと直させてもらおうかなって感じですね。行くか。はい、ということで、あの後車屋さんに行って、で修理の方をね見積もり出していただきまして、まあ、そんな感じで出してもらったんですけど、まあ、内訳とかいろいろなんか書いてます。結構一式変えなあかんみたいな。で金属がその横に書いてて、で締めて全部でおよそ20万でした。久しぶりやな。元気しとった。今日もどんどんやろう。日々勉強やからね、パッチ揃ってもんは基本的にやっぱ繰り返すんでね、三撃はね。うわ、嘘。いきます。うわ、オレンジいてるよ。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。そんなあなたにサクセスな一日でありますように。